今回は本編3分、雑談2分ぐらいで喋っていこうと思いますので、雑談は聞かなくても大丈夫ですが、今週1週間本当に本当に大事な1週間になりますので、本編3分だけでいいんで、ぜひ聞いていってください。では早速始めていきましょう。改めましてどうも、ハイチーです。さあ今週が大事とオープニングで言ったんですが、皆さん9月の中で今週がちょっと特別な週になります。それは何ででしょうか？それは夏休み最初の3連休があるんです。ここまで動画を見てくださった方の中で、夏休み後の自分の生活習慣、それは勉強とかも含めてですけど、それを振り返った時にすごくね、充実してるというか、納得できる、よく頑張ってるなって思える方は、正直動画止めちゃって構いません。ただ塾講師をやってた時にも思ったことなんですけど、この夏休み明けの1週目2週目って本当にうまくいかないんですよ。まあ、そもそも生活リズムが大きく変わるし、メンタル的にもしんどいことがたくさんあるので頑張りにくいんですよ。っていうか頑張ってるんですけど、頑張ってるように思えないんですよね。だからうわうまくいってないとか、やばいこのままいったらダメな気がするみたいな、自分がねどんどん自己嫌悪になっていく気がするみたいな風に思う方も多いと思うんですね。今の話を聞いて、ああ自分そうかもなーってちょっと思った方は、ぜひ今から言うこの一つのことをやってみてください。それは1週間の中期目標を作って達成するです。この動画は9月11日月曜日に投稿してるんですが、おそらく12、13で見てる方もいらっしゃると思います。そういった方も関係なしに、来週がですね、今週が土日月の3連休が来ます。つまり来週月曜日、敬老の日かな、の祝日が終わった夜です。夜寝る直前の段階でこうなってたいっていう目標を立ててください。それは勉強においてだったら英単語を何個覚えるとか、ワークをここまで進める、過去問をここまでやるとかでも構わないし、みんなが頑張ろうと思っているものだったらどういった分野でも構わないので、そういった目標を1週間のね、目標を決めてください。でその時のできればこうしてほしいっていうルールが1個だけあって、それは数字を使った目標にすることです。勉強を頑張るとか、まあ、スポーツの練習ね、頑張るとかっていう風に立てる方もいらっしゃるかと思うんです。それが全部が悪いとは思わないんですけど、頑張るって何をもって達成にします？っていうのがすごく難しいんですよ。だって自分の中でまたね、自己肯定感が安定してたりだとか、その基準がね、毎回はっきり自分の中でちゃんと分かってる方だったらいい、うまくいくんだったら。でも頑張るってところって、あ、頑張れた、達成できたっていう感覚が味わいにくいんですね。だから次に繋がりにくいんですよ。なんか曖昧になっちゃう、全体的に。つまりサボっても曖昧に、なんかオッケー、まあいいんじゃないみたいな風にならないなりがちなんですよね。だったら数字をつけちゃえばいい。だって数字だったらはっきりわかるじゃないですか、達成できたかどうか。でやっぱり達成感っていうのは特に受験生はすごく大事。こっからメンタルとか自己肯定感が不安定に余計なりやすくなる時期なので、自分で決めたことはちゃんと達成できてるっていうのを少しずつ経験していってください。そのためにもこの1週間の目標を立てる、ここまでやるぞって。でその時に盛りだくさんにしない、いい、盛りだくさんしちゃダメだよ。自分に鞭打ちすぎない、ある程度目標を立てたものをちょっとハードル下げて構わないんで、絶対達成するぞ、できるぞって思う目標を立てて、それを決めたら、じゃあこの動画終わった後何すべきなの今日はっていう風に一個ずつ分割していってください。今日はこれ、明日はこれって。でさあ来週の月曜日終わった時に振り返って、よしってね、達成できた、頑張れたって慣れたら、その後がちゃんと自分のうまくコントロールが行きやすくなるし、何より自分に自信がつくので、そうやって9月の中旬後半っていうのをうまく使っていってほしい。それが10月11月の自分のペース作りにすごく役立ちます。で逆を言うと、この1週間3連休があるこの1週間を棒に振っちゃうと取り戻すとこが来ないんですよ。10月の1週目か2週目にまた3連休来るんですけど、9月がね、振り返った時に、ああ、もうダメだ、9月。ってなっちゃうと、引きずられて、10、11、12ってね、ガタガタなっちゃうんですよね。そうなってほしくないので、まあ、受験生の方は特にですけど、まあ、定期テストあるでしょ？ 1、2年生もね。まあ、そういった皆さんもぜひ、この1週間、うまく使ってみてください。はい、ということでここまでお付き合いいただきありがとうございました。突然ですが一つ質問があります。みんなは自分の将来とか、まあ、自分の未来に期待をしてますか？期待です。でなんでこんな質問したかっていうと、俺は特に中学の時に自分の未来に
微塵も、期待を持ってなかったと断言できるようなまあメンタルで生活をしていたんですね。だから大人になるのがすごく怖かったというか、もうなんか絶望がずっと続いてるんじゃねえかなみたいな。そう、まあ自分がさ生きてる意味がわからないとか、誰の役にも立たない、まあ生きてるだけで迷惑をかけてるみたいなねことを思っちゃってたからさ、だから余計にそう思ってたので、まあ自分のとこにね学生のみんなから相談をまあ受ける活動もしてるから、そういった悩みを持ってる方もいらっしゃって、まあもしかしたら全然ねそんな何言ってんだろうっていう方もいるかもしれないんだけど、もし今これをご覧いただいてるねみんなの中でちょっとねそこまで俺みたいにそこまでいかなくても、でもちょっとね自分の将来とか考えた時にため息が出ちゃう方がいたら、一個覚えててほしいことがあって、未来に期待なんかできなくてもいいんだよっていうことが伝えたい。えって思うかもしれないんだけど、なんかさ、まあこれはいろんな人の意見があるから全部がねどれが正しいっていう問題ではないと思うんだけど、まあ、未来にねこう期待を持って頑張っていこうぜって、未来を向かって頑張っていこうぜっていう話ってあるじゃないですか。まあわかるんだけど、なんか絶望とかさそういう未来に希望を持つエネルギーとかがないとそもそもそれでできないと思っていて、期待するって辛いんだよね。なんでなぜかって裏切られる可能性があるから、期待が叶わなかった時のダメージがでかいからさ、だからなかなか期待って持ちにくい。だから別に無理に期待なんかしなくていいよって思っちゃうの俺は。でそれはなんか冷たい言い方をしてるように聞こえるかもしれないけど、それとセットで持っててほしいもう一個のものがあって、別に未来に期待ができなくても構わないって、期待ができてない自分を責めないでくれって思ってんの。でもそれと一緒に、でも今の自分に絶望はするなって。今の自分がさダメだとか自分なんてクソだなんて思ってる方いるかもしれない。いやもちろんさ人なんて完璧じゃないから、直さなきゃいけないところとかもっと改善点はあるよ、俺だってそうさ。そうだけど、全部が全部ダメなやつなんて絶対にいない。いつも言うけど、俺の動画、まあこの動画もそうだし、授業動画を見てくれてるみんなもそう、例えば生放送でね一緒に勉強頑張る子もそうよ、そういう子にダメなやつなんてバカなやつなんて一人もいないんだよ絶対に。これはもう断言できる。そうだって、この動画見たのもきっとなんか頑張んなきゃって、なんかこう前に進まなきゃ、でもなんかこう、みたいな悩んでる方だと思う。その気持ち持ってるだけですげえかっこいいことなんだって。だから未来に無理にねそう期待しなきゃとか、周りがキラキラしててさ周りみたいにならなきゃなんて思う方もいるかもしれないけど、生き方なんてそれぞれだから気にしなくていい。でも今の自分に、まあ、例えばねダメ出しをしちゃうことはもちろんあるだろうけども、ダメ出しをしすぎて絶望しちゃダメ、自分なんてって、そんなことねえって。俺はみんな一人一人のことはわからないからね、例えば君はねこういうとこがあるんだよとか、あなたはこういうとこあるじゃんって、めっちゃいいじゃんって言ってやれない、ほんと申し訳ないけど絶対あるから、絶対あるみんなに、もうあれよ、30分ぐらいみんなと一人一人の話ができたら俺の方が多分みんなのこと褒められるよ、で本当に自信がある、そうやって思ってるから。だからなんかすげえねこう根拠のないことを言ってるのは分かってるんだけど、もしかしたら私がね、あ私がってみんながだよ、みんながこの動画を見る前に自分で思ってるより私ダメじゃねえのかもなって、もしかしたら探したらいいとこがあるんじゃねえかなって思ってほしい。でそう思いながら生活をしてほしいの、そのいいとこなんてさすぐ見つからなくてもいいじゃん、いいんだよ、宝探しみたいにゆっくり探していこうぜ、でも絶対あるから、なんで宝を探してたのにないってことなんてないからって思っててくださいっていうのを伝えたくて喋らせてもらいました。はい、ということでここまで改めてになりますが、お付き合いいただきありがとうございました。また来週は祝日ですね、その日にまた投稿していきますので、よかったらそちらもぜひ見てみてください。ちょっとじゃないかもしれないけど長くなってごめんなさい、いっぱい喋っちゃったけど、じゃあまた来週お会いしましょう。それじゃあまたね、バイバイ、1週間頑張ろうね。